フィアットリネアは2007年3月26日にトルコのブルサにあるトファシ工場で開発途上国の世界自動車として発売をしたコンパクトセダンである。プラットフォームはグランデプントと同様のものを使用している。フィアットリネアはフィアットスタイルセンターによって設計され、ドフェスとフィアットドゥブラジルによって共同開発された。トルコでの販売は2016年に終了している。 フィアットリネアは、深スモール LWB プラットフォームを使用している。リネアの 2603mm のホイールベースで、全長は、それぞれ 4560mm、100mm、500mm で、ベースとなっている。グランデプントより長くなっている。C セグメントのビアジオよりも 111mm だけ、短い。2007年に、 トルコで発売されたこの車は当初1.4リットルガソリンエンジンと1.3リットルディーゼルエンジンを搭載していた。後から 120PS の1.4リットルターボエンジンと 105PS の1.6リットルディーゼルエンジンが追加された。トファシ工場での生産は主に現地のトルコ市場向けのものだが、区分は EU 市場向けに CKD コンポーネントは ロシアのフィアットソーラーズ合弁会社のタタールスタン工場に出荷される。2008年9月にブラジルで発売されたリネアはブラジル市場に対応するため 132PS の1 9リットル1 6 v エンジンを搭載した。またブラジルではリネアは 152PS の1 4リットル1 6 v ターボエンジンを搭載していた。ヨーロッパのグランデプントアバルトと同じエンジンを 搭載している。フィアットリネアは2009年9月に南アフリカでも発売された。2009年1月にインドで発売されたリネアは1.4リットルで 90PS を発生させるガソリンエンジンと1.3リットルで 93PS のディーゼルエンジンを選択できた。114PS を発生する1.4リットルターボエンジンを 含むリネアの別のバリエーションが2010年10月8日にインドでリリースされた。2012年フィアットリネアはフェイスリフトされた。2010年フィアットは1.9リットル16ボルトのエンジンをミニクーパーやクライスラー PT クルーザーで使用されていたエンジンから派生した1.8リットル 16V エンジンに置き換えた。ありがとうございます。